ティンクルコーポレーション所属振り付け師タレントのパーツ石破です。ついに石破サロンが、今201名なんですけれども、まあね、自分のサロンで200人の方がね、こう応援して入ってくれるなんてね、夢をこう見ていましたけれども、いやついに200名を達成いたしました。これは非常にね嬉しいことでございまして、昔からのファンの方、今のファンの方、今最近の知ってファンになってくれた方、そしてもともと一緒にやってきた仲間たち、あとは、弟子たち、もしくはというか、あとは生徒、まあ、いろんな方々がこう、サロンに入ってくださって、パーツ石破を応援してくれてます。大変嬉しく思っております。ありがとうございます。なのでね、まあなかなか、体がしんどかったりとか、イメージが湧かなくて物が作れなかったりとか、まあ、そういったことあるんですけれども、僕にはこうサロンメンバーがついているって思うとね、頑張れますよ。本当にね、ありがとうございます。でね、サロンなんですけど、どんなことしてるのかなっていうお話をねちょっとしたいと思います。サロンフェスとかもねあったりして、サロン会員さんだけ集まって、出演者も会員さん、お客様も会員さんで、配信もして、でそういったフェスがあったりとかします。はい。まあ、なのですが、基本的には、石破サロンという LINE のグループがあります。でそのグループに、僕がサロン様向けの、コラムとか、あとは動画撮って、公開したりとか、あとは僕のスケジュール教えたりとか、今取り掛かっていることを教えたりとか、はい、あと僕が考えていることね、の話をしたりとか、まあ、そういったことを、その LINE グループに僕から投稿してます。でその LINE グループは基本的に僕からの発信だけなので、1日にどうしても忙しい時はなんか2つぐらいコラムが1つに動画1つとかっていうのもあるんですけど、だいたいコラムとかお知らせとか動画とか含めて5本ぐらいはだいたい活動というか、LINE グループに僕投稿してます。はい。まあ、その後はもうそのサロン同士、サロン同士というか、そのサロンで、こうお店やってる方がいたら、なるべくそこのお店に行くし、まあ、例えば髪の毛切るのも幡ヶ谷のバーバー山彦さんに行くとかね、ご飯食べるなら、坂美さんとか路地小屋さんとかレガーロさんとか、まあ、そういった感じで、なるべくこうサロンの中でこういろんなことできるといいなというふうに、しております。はい。あとは、まあ、いろんなイベントとかも、サロンメンバーに声かけて、出演者とかはもうほとんどサロンメンバーさんで、今動いてます。まあ、なのでもうこのパーツ石破のこう、まあ、集合体としてね、いろいろと、楽しく毎日をこう、エンジョイしようと、日々のなんかこう小さな潤いをみたいな感じで、みんなで頑張ろうみたいなところでございます。なので、まあ私はね、どんどん頑張っていかなきゃなって、でもその頑張るのはサロンメンバーがこう応援してくれてるっていうような、そういった感じです。はい。まあ、各 SNS でつながってる皆様もね、応援していただいて本当に大変嬉しく思っております。まあ、もしよろしかったら、まあ、サロンもね、よりこう僕のこう深いところもね、知っていただけると嬉しいなという思っております。サロンに入りたい方、簡単です。僕が LINE をお互い LINE 交換します。で、グループの招待を送ります。でそれに入ったら OK です。はい。で月額1000円の会費いただいてます。でその会費はこうどう使ってるかというと、僕がそのいろんな、都市へ行ったりとか、サロンのこう、活動費に使ってます。本当にこう皆さんの応援でのおかげで、はい、いろんな活動ができております。ありがとうございます。というわけで、石破サロン、200名達成の巻でした。どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあありがとうございました。